はい、どうもこんにちは。はい、このチャンネルは、兵藤哲の一人休みのチャンネルの、芸人の兵道哲也です。よろしくお願いします。<laughs> はい、このチャンネルは、高校野球の地方大会や甲子園の結果予想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。 はい。ということで、毎回冒頭お知らせしてるんですが、7月14日、ソフトバンク対オリックス戦の副音声の仕事をすることになりました。金村義明さんとね、報道学園出身の金村義明さんと一緒に仕事しますので、もし副音声が聞きたいなという方は、概要欄とコメントの方に URL を貼っておきますので、7月14日、もしよかったら皆さん聞きに来てください。お願いします。 さあ、ということで今回も行きましょう。47都道府県49代表校のうち、最低30校は、えー、甲子園の出場校を当てるという予想の企画となっております。えー、ちょっとね、1回戦が始まってるところもあるんですが、動画自体はすごい取りダめしてるんですよ。で、大会が始まる前に結構撮ってるんですけど、あの、編集が多分遅くてね、結構ギリギリのタイミングになってる、この辺の動画は多分なってるんだろうなって思いながら喋ってるんですが、えー、どうか皆さんそこら辺はね、ちょっと仕事も、えー、お笑いの仕事もやりながらなんで、あの、ちょっとスケジュール の方が日程がパツパツなんでね。あのその辺はどうかご了承ください。よろしくお願いします。さあ、今回はですね。ということで、石川県の方に行きたいなと思います。じゃ、石川県のまずは去年の秋の大会の成績から見てみましょう。 はい。まずは去年の秋の決勝がですね、星稜高校対小松大谷高校で7対5で星稜高校が優勝。三、えー、位決定戦は大鳥学園対遊学館で4対1で遊学館が勝利、えー。そして今年の春の大会は、えー、金沢高校対日本航空石川高校で3対1で日本航空石川高校が優勝、えー。準決勝は金沢高校対小松大谷で6対3で金沢高校が勝利。そして日本航空石川対星稜高校で1対0で 日本国石川が勝利ということで、まあ、毎年のことなんですが、えー、今大会も石川県はおそらく4強かなと思います。えー、金沢高校、日本航空石川、小松大谷、星稜高校、えー、この4つの中のどこかかなっていうような感じですかもう毎年ですよね。やっぱり石川県といえば、え、星稜高校のイメージが非常に強いんですけどね。 石川県といえばやっぱり後半の逆転勝利っていうのがね、小松大谷高校とのね、決勝戦で8点差をひっくり返すっていうね、最終回にえとんでもないドラマがありました。もちろん小松大谷高校もいつも決勝まで勝ち上がれるようなチームではありますし、さらには金沢高校はね、もう甲子園でも何度も出ているような名門校、全国でも流し入れていますよね。そして日本航空石川高校はね、毎年毎年、タレント揃いと言いました。いい素材がたくさんいる。 他の県とかに行ったら優勝できて甲子園に行けるようなレベルのチームではあります。まあ、この4つが注目かなと思います。あとは大鳥学園も、え、いい成績を収めてますし、大鳥学園自体はね、まあ、サッカーが名門というイメージはあるんですが、野球も十分強いですよ。あとはやっぱり今年の春の大会の、え、北新越大会で、え、優勝したのが日本航空石川高校で、え、圧倒的打力ですよね。今の日本航空石川はやっぱりもう打力が自慢かなと思います。西流高校はね、やっぱりマーガード投手がいますので、エースピッチャーの。 このね、セリオのマーガード投手もね、元は確か沖縄かな沖縄なんで、本当はね、このマーガード投手とか、あと浦和学院の宮城投手とか、えー、みんな沖縄なんですよね。本当だっ沖縄はもっと強かったんだろうなとは、え、思いますが。 まあ、この西梁高校のマーガード投手は選抜の甲子園出てますので、十分自信もついたと思いますし、え、能力自体は高い投手なので、この西梁高校のマーガード投手と日本航空石川高校の打力っていうのが、え、おそらく順当にいけば決勝で当たるのかな、この2チームは。え、どうなるのかなっていうのもありますし、日本航空石川のブロックはベスト4でえー小松大谷高校と当たるんですよ。で、西梁高校は金沢高校と当たります。 ま、やっぱり小松大谷高校のピッチャーは悪くないので、ちょっと打力がちょっと小松大谷高校は弱いかなと思うんですが、えー、この小松大谷高校、南投手っていうのがね、非常に変化球がいいピッチャーなんで、えー、ここの南くんがどこまで日本航空石川高校の打線を抑えることができるかっていうのは、ま、一つ鍵かなとは思います。 まあ、あとはそうですね、遊学館が、ええー、十分ね、ええー、前後的にも名わ知れてますので、遊、まあ、学館があとは食い込んでくるかなと思いますね。遊学館が確かトーナメント的に、星稜高校の枠ですね。準々決勝、ベスト8で順当に行けば星稜高校と遊、えー、学館が当たるという感じでございます。まあ、やっぱりね、打の日本航空石川か、それとも投手力の星稜高校小松大谷金沢高校か。 この辺が鍵を握るんじゃないかなと思います。ということで私の優勝予想、二重丸が大本命、丸が強豪校、三角がダーク王石存在ということで、え皆さんももしよかったらコメントの方で、えー、優勝予想してみてください。ということで私の、えー、石川県の優勝予想はこのようになりましたはい、二、えー、0丸が星稜高校、えー、丸が日本航空石川高校、そして三角が 花沢高校ということになりました。ということでめちゃくちゃ悩んだんですが。 やっぱり夏の大会はね、負けたら終わりというところで、いやでもむちゃくちゃ悩みましたよ。えー、戦力的な話はもうさっきしたんで、なんで僕がじゃあ日本国石川ではなく星稜高校を選んだかっていうと、まあ、やっぱりこれまでの夏の経験というか、夏になると星稜高校ってね、こう終盤にもつれればもつれるほど、えー、逆転の星稜高校のマジックがついてきますので、もう逆転の高校で言えば、西の宝徳、えー、東の星稜みたいな感じになってるんで僕の中で。やっぱりこの、一発勝負。 粘り強さっていう意味ではやっぱり星稜の方が上かなっていうのが正直あります。もうこれぐらいの差なんですよ。もう結局夏の大会なんか何が起こるか分からないので、本当にね、強豪校が急に1回戦で負けることってめちゃくちゃありますから、えー、今年の夏の大会は多分初戦で負けるチームが多分何個か出ると思います。えー、そんな中でもこの石川県の高校は、まあ、順当に強豪校が毎年上がっていく感じなんで、まあ、やっぱり星稜高校、日本航空石川、金沢、小松大谷、それから遊学館、 え、あと小松高校とかいろいろいますが、その中でもやっぱり夏の大会で考えたら、今のレベルの差だったら、え、西梁高校が、え、勝つんじゃないかなと思います。日本航空石川に関してはやっぱり、ピッチャーがどんだけ粘れるかっていうのが大事ですよね。もうバッティングがいいのは分かってるんで、ピッチャー陣がどこまで持つか。まあでも、トーナメント表を見る限りは、えー、まあ日本航空石川にとっては、えー、勝ち上がりやすいトーナメント表にはなっていますが、やっぱりベスト8から、え、大鳥学園と当たりますね。 えー、このベスト8。やっぱ石川県はベスト8が楽しみですよね。えー、日本航空石川、それから大鳥学園、それから、そして小松高校と小松大谷高校、え、それは遊楽館と清涼高校とかね。えー、まあ、金沢高校のボロ君に関してはちょっとどこが勝ち上がってくるかはちょっとまだわからないんですが、やっぱりね、この辺は石川大会は順当に強い高校が勝ってくると思いますので、ベスト8ぐらいから、えー、どっこいどっこいの勝負になっていくんじゃないかなと思います。えー、そんな中でですね、 僕が石川県の注目選手は、えー、この選手でございます。はい。内藤選手でございます。はい。こちら身長が180センチ、体重が100キロということでね、かなり大きな体を恵まれた体ですね。 はい、もうこちら中学校の時にはですね、もう数々の名門校からの会員を受けたという内藤選手。えー、僕が入っている情報では高校通算47本ホームラン打っております。えー、ポジションがサードで、えー、ましてはピッチャーをやったらマックス137キロというね、ピッチャーもできるタイプですね。えー、2年生の春の大会で、まあ、5試合で5発ホームラン打ったらしいんですけど、なんとそのうちの4発がレフトの場外弾っていうね、 とんでもないパワーの持ち主ですね。まあ、あの、愛媛県のね、僕と同じ名前の兵藤くん。左のね、イオのドカベンの、えー、体重100キロ分134キロかなの、えー、兵藤くんと、えー、この内藤くんが、なんかセーブライオンズが好きそうな退学したバッターですよね。えー、なんと背筋が200キロのパワーの持ち主で、スイングスピードが161キロ。もうプロと変わらないですよね。 はい、プロ顔負けのスイングだと思います。やっぱりこの内藤選手が打つと、絶対にチームって勢いづくと思うんですよね。ええー、こんだけ大きい体で、バーンって打つと、あ内藤が打ったぞーって、チームのモチベーションがガンって上がりますので、いかにこの日本航空石川高校と対戦相手のチームは内藤君を抑えるかっていうところが、ええー、鍵を握るんじゃないかなと思います。ええー、そしてダークオス的存在、上、金沢高校を選んだ理由はですね、まあ、単純に、 ベスト4ぐらいまでは、まあ、そんなに苦なく勝っていけるんじゃないかなっていうトーナメント表。で、ベスト4には、清涼か、遊学館高校と当たるなんで、まあ、準決勝から、えー、力を入れれるんじゃないかっていう意味で、えー、金沢高校は非常に勝ち上がりやすいトーナメント表のブロックになってるんじゃないかなと僕は予想しました。なので、えー、三角は金沢高校にしたっていう理由です。もう力の差はほぼないんで、えー、僕はそういう理由で三角に選びました。 はい。ということで、え西川県の動画はここまでとなります。え皆さんの予想はいかがでしょうかということでね、えこの動画が面白いなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは